今これだ。次行こう。はい。ドゥン。ふとこちゃん読んでよ。え？これ、とこちゃんが選んでくれたやつ。あ、これね。うん。最近とある推しの VTuber がまだ寝れる病にかかっています。その子は配信まで1時間もあればまだ寝れると思っているのか、寝て5分から30分くらいよく遅刻します。どうしたら治るのか、乾とこさん、隣にいる子にアドバイスしてあげてください。これね、これどういうことかな。誰隣にいる子って誰もいないんだけど、どういうことかな。ん、いや、なんかどういうことかな。誰だろうか、知らんけど、言い分は聞こう、言い分は聞こう。多分この隣にいる子は、はいはい、はいはいはい、30分前にね、起きたいと思ってる、配信のね、と思ってるんだよね、はい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 、多分、うんうんうん、でもなんか止めて寝ちゃうんだよ、勝手に。多分勝手にとは、止め、目覚まし溶けるやんな、なるじゃん、はいはいはい、止めるやん、はい、いやいやいや、起きるやん、起き上がる、じゃ起き上がる、起き上がる、あ、起き上がる、はいはいはい、ってなるんだよ。で、起き上がる前にスマホを寝転がりながら見るじゃんね。はいはいはい、はい、寝てるんだ。なんでかな、わからん、わからんです。寝ちゃうの。うん、眠い。眠いの。眠い。あ、寝るの気持ちいいのね。寝るの気持ちいい。あ、寝るの楽しいね。楽しい。じゃあしゃあないね、もう寝よう寝よう、うん、寝る。はい、終わり、次。一生寝ちゃうよ。いいよ、寝たい時は寝たらもうよろしいよ、もうみんなも寝なさい。優しい、心が広い。だからもうシオンは寝て待てよ。めっちゃ名言じゃん。